ンと今回の聞きどころはシホリン驚きの連続、そんなこんなで始まります。455.5 回始まりました。元気よく始めてみましたが、今回はたまにやってくるには一人ぼっちの回です。ゆかちゃんがね、アレルギー性の炎症炎にかかってしまって声が出しづらい状況、大事をとってお休み。最近私の周りでも咳をしている人多い。私も起きた時に喉に不快感があることがあります。もしかしてコロナって頭をよぎるけど、平熱だしいつもと何か違うことやってる。そう考えて出た結論がエアコン。この夏はエアコンつけたままのことが多い。それが原因。そう思って調べてみたら、知らないことがいっぱいありました。なのでこの後少しだけお話しさせてください。大事なことを忘れてた。さとみんは泊まりでお仕事に行ってます。ではでは、ショートバージョンですが、今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新、銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀銅。お相手は庭しほりです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。金銀銅。知らなかった。エアコン編第2弾があるかどうかはわかりませんが、今回は第1弾、知らなかった、調べて初めてわかった、エアコンについてのお話でーす。私が知らないだけで、みんなは知ってる、常識だよっていうこともあるかもしれませんが、お付き合いください。全部で5つあります。早速いきます。知らなかった、その1。皆さん、エアコンは何度に設定してますか？環境省が推奨している室温の目安は、夏は28度、冬は20度。これはエアコンの設定温度を28度にするということではなくって、室温が28度であることだそうです。知らなかった。室温が28度を超えているのに設定温度を28度のままにしておくのは危険。このことを知ってからは室温を気にするようになりました。目覚まし時計に温度表示があってよかった。日中は日が当たるから夜に比べて室温が高くなっている。夜より設定温度を下げないと28度にならない。そりゃそうだ。では次、知らなかった、その2。暖房だけじゃなくって冷房でも乾燥するらしい。知らなかった。風が出るんだもん。そりゃそうだ。去年までは1時間とか2時間ぐらいしかつけてなかったから気にならなかっただけなんだね。対策は加湿器を一緒に使う。でもエアコンつけて空気の循環のために扇風機も回して加湿器もってどんだけ電気代がかかるのでしょうか。そこで考えました。私、冬にホテルに泊まった時はバスタオルを濡らして絞って通風口の近くに必ず干します。加湿
月の代わりにそれを試そっかなーって。あとこれはネットで紹介されてたんですが、鼻呼吸を心がけると喉に直接冷たい空気が当たらないから乾燥を緩和できるそうです。それとやっぱり大事なのは水分補給。熱中症対策だけじゃなくって喉の乾燥予防のためにも水をこまめに飲みたいと思います。どんどん行きます。知らなかった。その3、フィルター清掃は2週間から3週間に1回定期的にやるべし。知らなかった。6月の中旬から9月の中旬ぐらいまで3ヶ月ぐらい使うエアコン。私今まで使い始めと使い終わり、その間に1回やるかなーって感じだった。つまり1ヶ月半に1回ってこと？なんてこった。喉の乾燥に、ほこりは大敵なのに。お部屋の中1ヶ月半ほっといたらほこりだらけ。エアコンの中見えないからって油断してちゃダメだったんだ。フィルター掃除機でほこりを吸って水洗いしたらしっかり乾かしてから取り付けないとカビの元になっちゃうらしいですよ。気をつけなきゃ。去年の夏よりエアコンを使う時間が増えてるってことは、ホコリもその分増えてる。怖い怖い。今週末フィルター清掃やろう。続いて知らなかったその4、ホコリだけじゃなくって喉に良くない原因はカビ。冷房運転すると室内の空気をエアコン内部に吸い込んで温度を下げて室内に戻す。温度が下がると空気の中の水分量が減る。減った分の水が水滴になってドレンホースから外へ。でもエアコンの内部にも水分が多少残っちゃう。それが日々蓄積されていく。それがカビの原因。喉のイガイガはカビのせい？でも大丈夫。そんな時味方になってくれるのが送風運転。送風運転を60分から90分行うとエアコン内部のカビの予防になるんだって。知らなかった。試してみよう。最後になります。知らなかったその5、エアコンを清潔に使うには分解洗浄を1年から2年に1回した方がいいらしい。でも素人が分解洗浄すると故障の原因に。やっぱりプロに任せるべし。郵便受けによくチラシが入っているから気になってたんだけど、今のところ試したことありません。今のお部屋住み始めて3年経ってる。これはまずーい。気になるのは料金ですよね。で調べてみたら、業者によってはクリーニング代の他に車の駐車場代が加算されることがあるんだって。知らなかった。電話で申し込めば案内してくれるはずだからきっと大丈夫なんだろうけど、ネットで申し込みする場合は見落としそう。電話の時も念のため聞いた方がいいのかな。さらに調べました。賃貸物件でエアコンクリーニングを業者に頼む時には管理会社さんの許可が必要。賃貸契約の内容によっては管理会社さんが費用を出してくれることもあるそうです。知らなかった。自分で分解洗浄して壊しちゃったり、勝手に業者に頼んで故障したり、あとフィルター清掃をサボってて壊れたりした場合は修理費用を自己負担しなくちゃならなくなる可能性が。怖い怖い。早速管理会社さんに連絡してみることにします。
自己負担だったとしてもおすすめのクリーニング業者を紹介してもらえるかも。そしたら何かあった時も安心。ということで、エアコンについての知らなかったこと5つ紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。参考にしていただけたら幸いです。以上、知らなかったエアコン編でした。あっという間のエンディング。一人でお送りしてきましたが、無事ここまでたどり着きました。今私が思っていること、早くお家に帰ってお部屋の賃貸契約書が見たい。エアコンのクリーニング代、管理会社さんが出してくれないかなって気になって気になってたまりません。結果どっちだったのか、初めてのエアコンクリーニングどうだったのかは近々お話ししたいと思います。では番組からの告知、金ちゃん銀くんどんちゃんお願いします。金銀銅では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想、ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀銅オリジナルグッズをプレゼント。もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。ありがとうございます。オープニングで言い忘れてましたが、もう9月に入ったんですね。暑いのもあとちょっとか。エアコンのことをもっと早く調べればよかった。何かあってから調べる、対策する、そういったことが多いけど、それじゃあ間に合わないこともあるから気をつけたいと思います。そしてゆかちゃんが早く元気になりますように。次の456回は3人揃ってお送りするのでお楽しみに。それでは次回も金銀銅。この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。